ある音楽の話。彼は隣にいるのに時々 LINE で話しかけてくる。美味しい店見つけたよ。ちょっとキュンってする。彼が見つけた近所の美味しいお店、びっくりするくらい美味しかったけど、それ以上にびっくりしたのが、店内がとんでもなく静かだった。こういう時にこそ発揮される私たちの日常、私のキュン。東京まであと何キロとかっていう看板、あれ東京のどこ指してんだろうね。東京タワーじゃない？車に乗って東京向かって東京タワーに着いたら東京着きました感すごいね。距離表示は着きました感意識してんのかな。ロマンチストだな。家に帰って静かな店内で彼がおすすめしてくれた音楽を思い出した。彼が音楽をおすすめしてくれることなんて初めてだ。あれだけ静かな店内なら柄にもないことをしたって仕方がない。彼が初めてはっきり好きだと言った音楽を聴く。けれど私の指先は止まった。こんにちは。こんばんは。こんばんは。間違った。ごめんなさい。ごめんなさい。これは犯罪だな。真夜中にお肉を焼いた。うわ、大変申し訳ございません。今日一地獄に存じます。昨日ね。はい、昨日。調べたの。調べた？何を？東京都中央区日本橋、東京まであと何キロっていうのが指すところ。へえ。じゃあオラ東京さ行くだの人は最初にそこにたどり着くんだ。オラ東京都中央区日本橋行くだなの。昨晩彼のおすすめしてくれた曲は聴かなかった。停電？思えば昔の記憶が私を不安にさせた。あの時の私は逃げていた。その時付き合っていた彼氏から逃げていた。彼氏が聞いていたヘッドホンをつけてみたら、全然自分の趣味じゃないものが流れてきて怖くて逃げてきた。私はその彼と変な距離感を感じてうまくいかなかった。あ、着いた。着いたね。何だったんだろうね。ねえ、びっくりしたな。食べよう。食べよう、食べよう。彼の好きなものを好きになれなかった時、彼自身のことを好きでいられなくなるんじゃないかと思った。けれど私の悩みとは裏腹に、2ヶ月後彼と別れた。彼は優しくて、就職やら夢やらいろいろうまくいってない自分に、私を巻き込まないために別れることを決めたらしい。そういう優しさって大体言い訳じゃん。飽きただけって。だから真の優しさなんて存在しないんだよ。友達はこう言った。でもまあ友達みたいな彼氏彼女だったしね。あっさりのカップルはあっさり別れないと失礼だよ。誰に？地球？こうも言った。でね、ずっと気になってたんだけどさ、コンビニのおにぎりってなんで機械が作ってるのに握りっていうの？友達はコンビニのおにぎりは機械が作ってるのにおにぎりなのか問題に話題を切り替えた。それはただの集めたお米でしょ。彼との LINE の履歴を遡ってみた。まだ別れてから日付が変わってない。
日付が変わってしまった。ここからは未練になるので、そっとスマホを閉じた。そんな彼とまた会ったのは半年後。最近バイトを始めたカラオケに彼がたまたま来た。思えば彼とカラオケなんて来たことなかった。あ、ごめん、スマホ忘れたっぽくて。ああ、はい、確認します。204号室青いカバーが付いたスマホの住宅ございますか？あ、了解です。あるみたいですので持ってきてもらう。あ、どうも。ちょっと飲む。単純に久々に話したかったので、ノリで行ってみたら本当に行くことになった。男女がカフェで別れ話をしてたら、そこが恋愛成就のパワースポット的な店だったらしくて、二人がとんでもなく嫌な顔されて全然別れられないっていうのが第一話で。最近見ている面白い深夜ドラマの話をしている。世の中のいろんな外的要因によって全然別れられずグダグダ進むカップルの話。1話はカフェ、2話は居酒屋、3話はカラオケ、4話は家、5話は崖。崖だよ。崖で別れ話するようなカップルはもはや固い絆に結ばれてるよ。彼氏できた？いや。そっか。うん。バイトしてんの？してるよ。何のバイト？100均。100均。けどね、休憩中にね、電話かかってきたら出といてねって言われるの。うん。え？休憩中だよ。でも電話でしょ？電話くらい、まあ。でも休憩中だよ。まあそっか。なんだか目が合ってない気がした。物理的に目は合ってるんだけど、ずっと違う人と話してるみたいだった。嫌いになられたわけではないと思ってるけど、まだ好きでいることなんて、ましてやまた好きになることも決定的にないんだろうなと思った。別に期待はしてなかったけど、寂しさが影じゃなくなった気がした。諦め悪すぎなんだよ。諦めって何？いつも何らかの理由つけて引きずりすぎだって言ってんだよ。みんながみんな進行中生きてるしちゃうよ。止まらせよ。止まってんじゃねえか。止まらせるの、止めらせるのは人をね、人の仕事じゃないね、自分の仕事なのだって。ちょっと騒がしかったので、あ、もしもし、なんとなく通報してみた。事件ですかね。事故ではないですね。事件予備軍。んあ、はい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 、好きなの、好きじゃない、何が悪いの。帰れよ、どうしようもねえから。ちょっと待って、どうしようもねえから。空気で見つけたせばよ、切れ事言うな。ふと前に彼からおすすめされた曲を思い出した。
聞くなら多分今だと唐突にそう思ったので再生ボタンを探した。ふと思った。もし純粋におすすめされたあの時に聞いていたら何か違ってたかも。人にはあらかじめ決められた線があって、何を選んでも何を変えても最終的には決められたところに到着する気がするけど、もしあの時聞いていたら今のこの読後感は少し違ったかもしれないなんてことを思った。全部消えてた。今に吐いた気持ち。